ボルフスシャンツェの遠平号の廃墟の一つボルフスシャンツェとは第二次世界大戦で東部戦線のドイツ国防軍の作戦行動を指導するためアドルフ・ヒトラーが設けた指揮所である。また第二次世界大戦中に各地に設けられた相当大捕鯨の一つである。名称はドイツ語で狼の砦を意味するが日本では英語のザウルフ。 S, S レアーの重役である狼の巣という名称もよく知られている。建設された場所は東プロイセン州のラステンブルクの東約8キロメートルの森林の中である。ラステンブルク周辺は東プロイセン時代から屈指の継承地で、現在はポーランドマズウリコ小地帯として知られる。この施設には居住棟、構成棟、管理棟がおよそ40棟。 コンクリート製の大型沿平号が7棟、小型のものが40棟があった。文化のコンクリートの厚さは6メートルから8メートルに達していた。このほか、鉄道引っ込め線と航空機着陸場が2カ所があった。周囲は50メートルから150メートルの幅の地雷原に囲まれ、有刺鉄線は10キロメートルに達し、面積は周囲の森林地帯を含め8平方キロメートルに及んだ。 警備する将兵は1944年時点で約2000名に達した。1940年6月、建造中のボルフスシャンツェで撮影されたヒトラーとその爆料、建設はアウトバーンの建設者、フリッツ・トート博士の率いるトート機関が担当した。ソ連進攻開始の2日後の1941年6月24日にヒトラーは首都ベルリンよりこの地へ移ったが、 工事は一部進行中であった。ヒトラーが1944年11月20日に、この地を去るまでの間、相当大本営の機能はこの地に置かれた。ヒトラーは、オーバーザルツベルクのベルク方フに滞在する以外の、ほとんどをこの地で過ごした。ボルフスシャンツェは、ヒトラー暗殺未遂事件の物体としても有名である。国内予備軍参謀長、クラウス・フォンシュタウフェンベルク大佐は、ヒトラーの隣席する、 戦況会議室に次元爆弾を仕掛けた。現在、事件現場となった会議室跡には記念碑がある。ベルリン陥落のおよそ3ヶ月前の1945年1月27日、ソ連軍が東プロイセンに侵入した時、ボルフシャンセンのべての施設は12トンの爆薬を使ってドイツ軍によって爆破された。第二次大戦後、 ポーランド領となったボルフスシャンツェ周辺は未処理の地雷が多数残され、一般人立ち入りは長く禁止されていた。ポーランド政府による地雷処理は1955年に終了した。現在、ボルフスシャンツェ跡は県都心市最大の観光名所となり、訪問者は見学料を支払った後、案内人に従い一巡する仕組みとなっている。入り口にはホテルがあり、宿泊も可能。 最大の見どころは、ヒトラー暗殺未遂事件現場となった、会議室跡、ヒトラー防空壕跡、ゲーリング防空壕跡である。暗殺未遂事件当日、シュタウフェンベルク大佐が、国内予備軍司令部のあった、ベルリンベンドラーガイと当治の往復に使用した、飛行場もそのまま現存している。ボルフスシャンツェ跡は2008年公開のアメリカ映画、ワルキューレで、認知度を上げた。 地元では整備のための投資を募っている。アドルフ・ヒトラーのアドルフは、ここをドイツ語のアデルとウルフに語源があるという。ヒトラーは1920年代より、お忍びで動く場合に偽名として、ウルフを使用し、親しい仲間にヘア・ウルフと呼ばせていた。彼は、対戦中、ボルフシャンツ以外にもヨーロッパ各地に相当大本営を建設したが、 その名称のいくつかは、下記のようにウルフを含んでいる、敷地内の地図など、ヒトラー暗殺計画の舞台を、観光地に、ポーランド当局が、投資打ち、ロイター、h t t p j p ロイター c o m アーティクル、アドリーニャフニズ、いじて 80i01720120119、フィードタイプ、イコール RSS&、 フィードネームイコールワドリーニャフニズ2012年1月19日、閲覧、ありがとうございます。